もともとその幼馴染で友達すごい仲いい親友と楽しく仕事がしたくて私は来たのに、うん、どんどん仲悪くなるなっていう、はい、あ、そうですか。嫌がらせの手紙とかもめっちゃ来たもん。まあ、ほんまにカミソリとかもあったしね、うん、この、うん、ちゃんとどっから開けても触るようにいろんなとこに、あんなカミソリどこ売ってんの、あのこのスケバンが持ってるやつ。今ねなかなか探せないですよね。1回目は引っかかって、まあ、手は切れへんかったけど、もう2回目とかやっても重さで大体分かるようになったよ、うん、お菓子パンパンももう分かってる。いいよ、はい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 。でも一個などうしても引っかかるやつは、最初褒めから入る手紙でファンレターみたいやねんけど、最後に何何何って嘘じゃボケって調子のんなボケ、お前なんか嫌いじゃ消えろみたいな、いつも引っかかんねん。わざわざでもそこまで書いてるんですよ。わざわざ褒めて、うん、まあまあまとえた褒めを書いとんのよ、うんうんうん、女性の中ですごくいい面白いネタ考えてて、あのネタも好きですみたいな、まあ、結構見てくれてるねん、ちゃんとな、うんうん、解いてのひっくり返すて、うん、そこまで手間かけて、あの手この手でやっぱり自分のね好きな人に近づくなと、うんうん、そんなんはいっぱいあったから、まあはいはい、あと笑わんとこうなってしてるんやろうなっていう時とかね、そのなんかね、一段がね、あの一段は、そうそうそう、あ笑わんとことしてるんやろうなみたいな、そうそうそう、そんなんはなんかでも男性コンビに対してもね、なんか当時あったりもありました、ありました、ね、ちょっとまあ特殊な空間でしたよね、あの時代のお笑いの劇場って。そう、うん、でもだんだんなんかその受け入れてくれだしたのかなっていう感触もなんとなくあって、うん、はいはい、一緒にね営業回ったりとかしてもね、うん、そういうキャーキャー言われるコーラと、はい、なんか一緒になんとなく受け入れてくれて、パチパチパチってしてくれるようになりだしてからは、うん、あ、なんか変わったなと思ったけど、うんうん、僕がもう二丁目劇場とか出だした頃はもうそういう感じでしたね。あ、そう、はい、もう野々村さんとことか出てきたらもう本当にちょっとまあ全然お客さん受け入れ体制というか、うん、その時代でしたね。でも活動的にはもう5年ぐらいなんですね。そうなの。一番良かった時期っていつぐらいですか、うん、一番良かった時期はやっぱブーイング、爆笑ブーイングっていう番組が、うん、グランドチャンピオンですよね。グランドチャンピオンにならせてもらってとかのあたりなんじゃないかな、うんうん、あと ABC でもね、うん、僕見てましたけど、ABC で、そう、シードがね、はい、なんか初やったか分かれへんけど、はい、1回出て、その前やったらその年で終わりやったけど、はい、次のシード権をなんかその場でもらって、うん、見てました、見てました、はい、っていう、あの時とかぐらいじゃないかな、うん、で、僕の記憶と、あとウィキペディア情報を照らし合わせてるんですけど、うん、97年ぐらいに1回ちょっとやめるみたいななって、そう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 、 でもまだそれ撤回みたいなくだりがあったじゃないですか。そう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 、うん、やっぱね、あの時はね、私が辞めたくなってんな。あ、そうですか。相方さんじゃなくて、そうそう、うん、私やね、さっき97年やったかな、それもうちょっと前やったような気するの。なんかウィキペディアも誰が書いてくれってはんのか分からへんけど、うんうん、たまに間違ってたりするから、うん、はいはいはい、でも私もあれ見ながらテレビとかでプロフィール言ってるからあれがもうなんか公式みたいに逆にもう、はい、役に立ってんねんけど、うん、もしかしたらもうちょっと前かもしれないね、本当は、うん、はいはい、でやっぱりね、なんかちょっと甘えがあったんやと思うねんね、その時に私がなんとなくこうやっぱ厳しい世界やんか、もう、そうですね、まあ、もちろん、で、うん、さっき言ったように私の心構えがまあまあ軽めのあれやったから、うん、っていうのもあると思うねんけど、はい、何が何でもお笑いで売れるぞみたいな、もう持ってきてなかったのよ。でこれがないからなんとなく楽しいと思ってやってきたけど、うん、楽しくねえなっていうのと、気づけば気づけば、うん、でお笑い好きやのになんか嫌いになるぐらい、これなんかお笑いのことばっかり考えてんなとか、うんうんうん、あと相方と入ってきた時に、うん、もともとその幼馴染で友達すごい仲いい親友と楽しく仕事がしたくて私は来たのに、はい、どんどん仲悪くなるなっていう、あ、そうですか、それがでも大きかったかな、今思ったらすごく甘いねんけど、うん、めっちゃ仲悪くなっていって、もう人生で初めてあんなに大親友で、ちっちゃい時から何でも分け合ってきたのに、うん、
だんだんこっちも腹立ってくるし、向こうもなんか敵意向きだし、うん、なんかコンビってそうなってくるよね。まあまあまあそうですけど、真剣になればなるほど、はい、でやっぱあの時は元相方の方がそこのこれを持ってきてたよな、うんうんうん、あの何かをちゃんと私よりも、うん、持ってたから、うん、余計に私に対してのあたりっていうのが、な腹が立ってたよね私に、そんなんじゃあかんみたいな、だから冷たかったよね、それがなんか、うん、なんなっていうのもあったりとか、はい、でやっぱり当時トークを作るために、はい、平場でのトークを持っとかなあかんやんか、やっぱりいろいろ芸人やから、はいはい、そのためにコンビでも別行動せなあかんやん、やっぱそうですね、うん、それぞれね、それは男の芸人って当たり前かもしれへんねんけど、はい、女芸人って結構こう一緒にどこご飯行ったりとか、イメージあります、はい、私たちはそれをあえてやめようって言って別々行動にしてんけど、同じ地元で歩いてほんま1分とかのとこに住んでるわけ、はいはい、でいつも一緒に遊んでる、はい、たこうちっちゃい時から、うん、でそれがわざわざ NSC 行ったり二丁目駅場行くのに、うん、違うルートで駅まで行き会うねんで、ここで駅で会うねんけど自転車乗って地元一緒やからな、で駅で会うけど車両を変えて電車に乗り、はいはいはい、で電車で行って目的地一緒やから降り、うんうん、でもちょっとずれて歩きみたいなあんまり意味ないね、ただただ一人行動してるだけで、はいはい、そんなにでも、まあ、でも遠くなんとかねお互いに一個ずつ作らなあかんみたいなするねんけど、うん、これもなんか腹立つというかイライラすんねやから、会うしでどこでも会うし地元通っても会うし、うんうんうん、それやったら仲いい方がなんか私としては気が楽やね、うん、一緒に行ったりとか、はいはい、一緒に帰ろうとかって、はい、でももう固くなに向こうはそれはノー、そうやったんですね、そうやったから、そんなにどんどんなんかもうしんどいってなって、思ってたんとちゃうっていうのが今思えば大きかったんじゃないかな、うん、それでもうちょっとやめようかなみたいな、でも一回撤回するという感じですね、そうそうそう、うん、で一回休んだらって言われて会社に、ははは、もったいないからって言って やめんのは、うん、で休んで一回よく考えてみって言って、それで1ヶ月ぐらい休ませてもらって、うん、そんな忙しいわけじゃなかったけどね、でも一回白紙に戻してスケジュールを、うん、そうしたらやっぱりちょっとこう、まあ、やめたとって何ができんのとかっていうのもあって、うんうん、で会社にどうですかって言われて、うん、説得もしてもらって、はいはい、じゃあちょっとやっぱやります、すいませんでしたって言って、はい、で戻って、うん、でもまあ結果やめちゃうねんけど、そうですよね、そっからまあ2年ぐらいですかね、本当はもうちょっとあったかもしれないけど、次はでも、うん、私はもうこれを持ち出して、その頃、はいはい、やっともうこれで行くって、やっぱ休んだ時にいろいろ考えて、うん、もう他の仕事をする気もないしと思って、はいはい、行こうっていう時やってんけど、はい、元相方が今度は言い出したね、もうやめたいと、うん、それは何でやったんですかね、まあそれは、まあ、いろんなことがあるんやと、もちろん仕事もそこまで、はい、順風満帆でもその時なかったかな、うん、でも東京で番組やりませんかっていう話が来てたりとか、おちょっとこれから東京の仕事もちょっとずつ増えたりとかしてたから、はい、行こうかっていう時やって、東京に行こうかじゃなくて頑張っていこうかみたいな時やってんけど、はいはい、それでもやっぱり生活で別に潤ってるわけでもなく、まだまだ若手でさ、そのテレビ出たりとかしててもお給料も全然もらわれへんし、うんうん、であの子のところはねちょっと家庭的な事情もだいぶ絡んでて、ちょうどお父さんが亡くなって、うん、ほんま家計支えなあかんとか、うんうん、妹が年離れててんけど進学せなあかんからそのお金もいるみたいなんで、はい、ちゃんとした職に就く必要があって、はい、うん、それでもまあうまいことねすごく言ってたら辞めてなかったとは思うねんけど、だからまあいろんな要因があってかなとは思うねんけどね、うんうんうん、でもやっぱり意志が固くて、はい、私もその時はだいぶ説得したけど、はい、最初はね、でも、はい、それこそちっちゃい時から知ってる子やから、はい、顔見たら分かるというか、あもうこれ絶対やめようなっていうのが分かったから、うんうん、もう何言っても無理やっていう、うん、だからもう分かったわっつって、一生恨むからなって言ってそんなこと言ったんですか一生恨むからななんてこと、うん、それ背負うわっつって向こうが言って、あらーおーっつって、
もうでもそんな半笑いでもうって言ってやめた感じかな。あ、そうやったんですね。それもすんごい近所で喋ってね。あ、 家と家の間でお互いのじゃあお互い家から出て30秒ずつぐらいのところで、そうそうそう、公園があるからちょうどそこで。そうなのか。あのほら、あの時二丁目劇場でちょっと漫才やっちゃダメみたいな時あったじゃないですか。ウィキペディアに書いてた。うん、いや僕覚えてますよ。僕もずっと漫才やってたからすごいええと思って。そうやな、はあ、そうやな、はあ、あれは関係ないですか、あの辺のくだりは。あれね、例えば誰々と組んだらとかね、勝手にやで、別に表彰取ってるわけだけど、ちょうど解散してはったんや。あ、そうか。